重大発表ですよく聞きますよね重大発表って言って気にさせるみたいなでもまあ多分重大発表だと思いますある先輩芸人さんと明日絡みますお久しぶりです一緒にずっと番組やりましたね いや僕も会うの久しぶりなんですよねだから何を話そうかなとかあの頃の番組の思い出話であったりだとかキャラクターの秘話であったりだとかそういう部分も話せたらいいなとも思うしその方と「やっちゃう!」っていう話も出てますキャラクターを。 いやーできるかな50過ぎのおっさんと50手前のおっさんがもう20年以上前になる以上にならないかでも20年近く前かなのあのキャラクターを、はああ年取ったな緊張する会うのも緊張するお久しぶりなんででもなんか 昔話に花が咲くのも年取った証拠かなとも思いますんで2、えー、人の懐かしいトークであったり多分初めて聞くような裏話だとかそういうのも聞けると思いますお互いどう思ってたのかとかそこら辺も話していけたらなと思ってます楽しくなると思います あの楽しみにしてますそして痛々しくないように久しぶりのあのキャラクターで絡めたら絡みましょう明日お楽しみにアンシェア